現代からそう遠くない未来、世界は神によって食い荒らされていた。地球上のあらゆる物質を捕食し尽くす謎の生命体アラガン。絶望的な状況で人類が手に入れた最後の希望、それが対アラガミ戦闘部隊ゴッドイーターである。そう遠くはない未来から聞こえるかすかな声、まだ見ぬ明日を積み重ねて選んだ。言えないでしょ、バカアレク。違う、それアレク違う。それとも私の目がおかしいのかな。それよりさ、今日から新しい担任だろ。あれ戻った。噂によると若い女の先生らしいぜ。楽しみだな。なんかおかしいけど、この流れ知ってるような。あ、そうだ、もらった台本の内容だ。ってことは、つまり…ガウガウ…って、また大型いるかよ。どこここ、俺なんか小さくない、気のせい。おかしいな、さっきまでラウンジにいたはずなのに。扉あるじゃん、きっと開けたら普通にフェンリル本部でしたってオチだよね。カチャリ、逃げるな。え間違えました。今のは一体、なんかすごい場面に出くわしちゃったような。よし、もう一回覗いてみよう。ジュリウス、もう一人じゃない。え？ごめんなさい。なに、さっきと違ったんですけど、わけわかんないよ。もう一回。こんな状況、覆してやる。おう。どうも。どうも。って、お化け？同じ。
集中しろ、レオ。帰りたい場所を強くイメージするんだ。よし。狭くて何もないようでいろいろある。よく見ると無駄に生活感があって、あ、遊んで暮らせそうな。あー気持ちいい、秒で寝れる。すやそして同じくオラクル細胞を体内に取り込み、よし次だ、次。それが私たちゴッドイーターです。ですよね、神木リオさん。ついに来た、私の時代。ここは？ねえ君、大丈夫？こんなところで寝てると風邪ひくよ。おい、あ、やっと起きた。ここラウンジだ。ああ、そうだね。あれ、どこかでお会いしました？え、そんなことないと思うけど、俺はついさっきここへ来たばかりだから。そうですか、おかしいな、夢の中で会ったのかな。面白いこと言うね。俺はカンナギユ、よろしく。ああ、はじめまして、新人ゴッドイーターの神木レオです。あ、ラーメン。え、わあ、全スープが麺に吸収されちゃってる。え、注文してから寝ちゃったの？やっぱり君面白いね。いや、自分でも時々自分のことがよくわかんないんですよ。でさ、それ何？ん？なんだこれ！絶対いけると思ったら言え！全部夢だったっていうの嘘でしょ！だって今日最終回だよ！奇跡起こる流れだったじゃん！え？もしかして本当に終わり？私たちの戦いはこれからよ。で、最後だけ主人公扱いされても納得できない。